恋愛 ADV ゲームバラ爆発ローズプレイパーンに、37年13月23日発売決定。制作&総合プロデューサー美優加藤、主人公はイサミ、スミス、ブレイバーンの3人、人間人外問わず攻略対象キャラ多数、勇気もバラも爆発だ。ゼロはブレイブの B。イサミ攻略可能キャラスミスブレイバーン、響き、美優、ほのか、佐竹隊長、上級総長、ボブ、イーラ、ポーパルチープム。スミス攻略可能キャライサミ、ルル、ミユ、カレン、ニーナ、アキラ、シェリー、クーヌス。ブレイバーン攻略可能キャライサミ、ミユ、スペルビア、クピリダス、バニタス、ペシミズム、セグニキス。全部のルートにミユいるんだが、おじさまが隠れ主人公で使えてもいるだろうな。このギャルゲ完全に作り手の趣味でてんよ。イサミの相手おっさん多くね。男女比率バランスのイサミ。イサミさんは総受けですバイミユピー。隠れ主人公スペルビア攻略可能キャラルル、ミユ、ブレイバーン。スペルビアは侍系の気難しいクールイケメン、ブレイバーンは派手でキラッキラの王子様系ハンサム。当たり前だけどスミスの相手女子ばっかやな。乙女ゲームだとするなら主人公適性最もあるのはルルチャか、おじ様にスミスにイサミが選択肢。イサミもあの性格やまつげは乙女適性あるよ。ブレイバーンもクーヌス混ざってるから乙女適性あるあるよ。乙女とは哲学。ブレバンは汚い彗星の魔女って言われてるから実質乙女が主人公でしょ。エンディングもバラがすぎるしな。ユリコニンのガンダム、バラ神獣のブレバン。もともと BL が濃厚すぎて一般性愛者にも配慮して乳揺れが入るアニメ。スミスさんは一見女子にモテモテですがその実本人は運命の相手であるイサミさんに夢中ですバイミユピー。スミスだけ攻略可能の女子がやたら多いけどイサミルートの時とシナリオ容量が違いすぎるんだよね。スミスとの親密度依存度が上がりすぎると最終戦イサミ短期かけ死亡確定とかでギャルゲ並みの好感度調整してんぜ。ギャルゲって考えたら唐突な全身脱毛情報投下も調整の一環っぽいかも。デスドライブズプラスブレイバーンのギャルゲがやりたい。あいつら全員可愛い。私って本当に欲しがり屋さんでしたね。これもひとえにブレイバーンのおかげ。ブレイバーン当てじゃなかったらギャルゲのヒロインかクピリダスさんかわからないのなん。俺のギャルゲのうが言ってたんですよね。今のところ誰にも止められない押しかけ人材女房ヒロインであるブレイバーンのルートに必要なのは人間の立場からブレイバーンと同等の位置で物を言えてその言葉が刺さる存在、つまり恋のライバルだと。その話ができるなら恋でもライバルでもなくても OK です。ブレイバーンの一部となり、バラの間に挟まるクーヌスさんはとても美味しい役どころなのか。ユリに挟まる男はこれでもかというくらい袋叩きに合うのにバラに挟まる女は物によってはなくてはならない存在になるのがブレバンで証明されてしまった、ルルチとクヌ様を見ながら。ブレイバーンもやたらイサミルートの時のシナリオ容量が桁違いだけどスミスの時は相手が女子だったのがそっくりデスドライブズたちになるんだよな。イサミは女子のルートも普通にシナリオ容量あるけど。ブレイバーンを主人公で操作してると突然父毛屋さんちゲージを管理することになりそう。もともと最終話でイサミが最終的にどの男とくっつくのかが一番気になるという乙女ゲーみたいなアニメだったし、最初からイサミとブレイバーンのやりとりがなんか完全に乙女ゲーで見たことある感じだった。第8話あたりはイサミが出れてくれたのが本当に嬉しくて可愛くて、苦労してコツコツ好感度を上げてきたギャルゲの攻略対象が中盤でデレを見せ始めてくれた時の達成感や喜びと似ている。これで抱き枕初動が男たちだったら完全にそういうコンテンツだった。すでになんか女子比率が男子比率上回ってそうなんだよな。ブレイバーンの公式でキャラ見てみたらステータスが乙女ゲーみたいに細かいのでこれ実質乙女向けアニメだろ。どうあがいてもブレイバーンに攻略を阻まれるイサミくんの乙女ゲーやりたい。実際ほのかはマウント取られたしな。ブレイバーンに既視感あるなと思ってたらあれだ、乙女ゲー転生悪役霊獣者でヒロインに転生してゲームだと思って攻略対象男子にガンガンアタックしていく周りが見えてない敵役だ。結局味方でよかったよ、いろんな意味で。ブバーン、おせっせのないこれだわ。なんや剣の腕もタチャー知恵も回って顔面もいい王子やら社長やら自分を好きにできるオラオラ系の権力持ちに突然求婚されてめっちゃ溺愛される乙女ゲー的なやつアニメ足としてブレイバーンを見ているわし。イサミとスミスの運命はマジで何度思い返しても笑ってしまう。ギャルゲのパッケージじゃねえんだぞ。最終的にイサミという孤高のヒロインを全員で落としに行って勇気融合に至らせるギャルゲだったんだよなブレバンって。
公式外伝未来戦士ルル、4月25日発売月刊ホビージャパン6月号より連載開始です。ご視聴ありがとうございました。